ドローンネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト。この番組はドローンネットの提供でお送りします。こんばんは、小池徹平です。こんばんは、井ノ口彩子です。今週も始まりました、ドローンネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト。はい、ということで10月9日、うん、もう一応秋ですけれどね。本当ですね。ね、彩ちゃんってさ、はい、普段、うん、なんかこう誰かに街とかにいたら声かけてくださったりみたいなとかね、うん、はいはい、あったりするでしょ、たまに。たまに、はい、あるでしょ。そういう時ってどうしてる？え、どうしてる？どうしてるっていうか、まあありがとうございますとか、はい、なんかこう返し方というか、うんうんうん、はい、ありがとうございますみたいな、みたいな感じでやります。あ、まあ、この間子供のお迎え、はい、うん、に行こうと思って、はい、幼稚園の。よく子供ら幼稚園終わったら何ご飯、うん、ちょっとおやつじゃないけど、うんうんうん、給食とかもあんねんけど、うんうん、ちょっとご飯食べんねん、パン、はい、パンをちょっとな、はい、買っていくねん、うんうんうん、で普通にコンビニで子供の食べるパンと飲み物買って、うん、普通にコンビニのレジにこう行こうとしたら、なんか店員さんが気づいてくれはったんよね。おー、でパッてピッピッてやってもらってる時に、これからお仕事ですかって呼ばれてやるか、言われて、はいはい、いや、なんか頑張ってくださいとか、うん、お仕事とか、はい、応援してますみたいなとか、今までなんかそういうのが結構多かったから、これからお仕事ですかって言われて、なんて返そうと思って。確かにそれちょっと悩む質問ですね。ちょっとわかる、はい、だからその一瞬の間にめっちゃお菓子みたいな子供のなんかパンとか買ってて、なんか自分的にはなんか言い方あれやけど、楽に済ませるんだから、済ませるんで、あ、そうなんですよって言うとちょっとなんか、でも嘘もつきたくないねんけど、さらっと終われるから、ありがとうございましたみたいな感じでいけんねんけど、なんか絶対仕事ちゃうやろみたいなものも買ってもうてるし、なんか嘘つくのも真面目、一瞬やで、はいはい、一瞬で。でも子供のお迎えとか言ったら子供の保育園も近いってバレちゃうしとか、なんかちょっと困ったと思って、うん、結局一瞬で導き出した答えが、はい、あ、違いますやって、すでにめっちゃダサいなと思って。いやいやいや、で向こうからなんか帰ってきたんですか？いや、帰ってけへんねん。あ、そうですかみたいな。向こうも向こうにもなんか申し訳ないことしたなって言って、めちゃめちゃバッドチョイスやったなって思って後悔したっていう。あ、なんか冷たくも感じさせたかなとかも、ね、多分思っちゃいますよね。ミスったと思って、お、何が正解やったんやろってめっちゃ引きずってん俺。でも確かにそういうの結構頭の中ぐるぐる回っちゃいますよね。回るやん。え、そこ初めて行くコンビニだったんですか？いや違うね、まあまあ行くコンビニで。そうですよね、そういう感じだったら初めて見る店員さんで。そうやね、初めての方で、これからお仕事ですかに対して100点の返し何やったろうなって。でも100点とかじゃなくて、私だったら多分、もうそんな言葉で考えず、うん、あ、そうなんですよ。あ、もうちょっと嘘つくけど、向こうのことも肯定して、はい、なんか頑張ってくださいって言われるような感じで終わらせる。なんかプライベートをあんまりこう見せ、なんかなんていうんですかね、しかも結構プライベートな空間じゃないですか、お子さんととか、うん、なんかあんまり察されたくないから、わかるわかるわかる、なんか、あ、そうなんですとか言って、頑張ってください、ありがとうございますが、なんか、丸い。そのでも確かに無難っちゃ無難や。そうそう、無難、私無難なの多分選んじゃうと思います。何ですかね、100点の答え。そう、なんか長く会話続いても、でもなんかあれやん、なんか後ろのお客さん待たしてもとか。確かに、そうですね、そうですね、あるやん。めっちゃ悩んだよ。あ、違いますってめっちゃダサい返ししたなって思って、後悔して。なんか一言付け足したらよかったです。そうやね、違うんですけど、ちょっと差し入れ持ってかなきゃいけなくてとかみたいな。な、うん、あかんわ、今でも出えへん。でも私、今話しかけられたくないなみたいな時に、うん、ですかって言われた時に、うん、お仕事ですかみたいな、お仕事ですかとか、なんか井ノ口さんですかみたいな時に、え、誰ですかそれって言ったこと何回かあります。あ、そうなんや。はい、いや、なんか
結構その私大学が青学だったんで渋谷で飲むこと多くって、はい、で渋谷とかで飲んあの待ち合わせとかしてると結構酔ってそうな人とかに声かけられたりとか、酔っ払ってね、なんかちょっとナンパとなんかその間みたいな感じで声かけら、はいはい、違うかもしれないですけどそういう声のかけられ方したことがあって、はいはい、なんかこっから飲みに行くっていうのがバレたら渋谷のどっかで飲んでるとか思われるのは嫌だなとか、はい、なんかいろいろ考えて、わかるわかる、え違います、え似てるんですかみたいな、え誰ですかみたいな話したことあります。なんか多分確かに、ね、もうでもてっちゃんまで行くともう通用しないと思うんですけど、さすがにそうなけど向こうも多分ちょっとあやふやな感じで来てるからこっちもあやふやな感じで返そうと思って、なるほどね、似てるって言われるんですよみたいな、はい、あー確かに似てるって言われたことありますみたいな、あーまあまあ悩むよな、うん、よね、状況にもよるもんな、うん、いやあるわ、これこの悩み永遠に尽きないというかもっと英会誌やったんちゃうかなとか思ってないよね。でも向こうは会えただけで嬉しいって思ってます。まあね、うん、まあそれ、まあ、優しいな、そう言ってくれるあやちゃんが優しいけどさあということでこれ日付が変わったらですけど、はい、今9日でしょ、うん、この放送終わって日付が変わればなんと10月10日になり、はい、銭湯の日なんとって感じですか10月10日1010で銭湯、あ本当だ、1010やから、銭湯という語呂合わせということで、あ銭湯行きましたか、行きましたか、行ってない、全然行ってない、行ってない、私も全然行ってない、行きたい、てかもうサウナ行きたいです、あーいいです ね、私でも銭湯どころじゃなくてスーパー銭湯ぐらいまで行きたいです。あーわかるよ、なんかでもちょっと遠くなるじゃないですかスーパー銭湯って、まあまあまあ、都内の都内よりは、まあね都内、うん、まあそうやな、京都で行ったのが最後やったわ、あーそっか、あおっしゃってましたね、スーパー銭湯、うーんやっぱ癒されるもんね、うん、一人で行きたいわそうですよね、しかも男の子2人だから、そう一人かなんか友達と2人とかのんびり行って、なんか冬の時期は私結構友達とあの近くの銭湯行って、うん、その後もうすっぴんで、うん、あの今日は餃子とビールとか今日は焼き鳥とか、うん、なんかそういうの結構週1ぐらいでやってたんですけど、めっちゃいいよ、超良かったんですよ、うん、なんか女2人で、うん、めっちゃいいよ、そう最高だったんですけど、やっぱ暑くなると戦闘欲も落ちちゃって、うん、まあわかる、うん、ちょっとまた秋に入ってきたんでこのぐらいの時期からまたちょっと戦闘行き始めたいな、こうやって季節ね秋冬になってきて、うん、温泉のシーズンになってきて、あー最高、たまらなくなりますから、ねえ皆さんもぜひなんか戦闘とかほうれん草でもいいからなんか教えてほしいよね、うん、教えてほしい、はい、ということでドローンネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト、最後までお付き合いください。ドローンネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト、AM1008FM933 ABC ラジオがお送りしているドローンネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト、もう10月ということで今日は秋のお出かけスポットをご紹介していきます、うん、いいですね秋、はい、ちなみにてっちゃんこの秋はどこかお出かけする予定ありますか。いやまあいろいろ行ってますから、うん、まあ、9月ももういろいろ行きましたよ、稲刈りとかも、へー稲刈りだし、どこまで行ったんですかそれ。千葉の方が、ね、へーあるんですね、千葉、そうそう、あと虫取りしたりとか、結構いっぱいおるから、あの稲刈ったとことかもすごかったで、うん、いっぱいもうカマキリとかバッタもいろんな種類おったし、トカゲとかもおって、うわーってないの、それ虫苦手ですみたいな、はい、バッタからちょっと、ま、カマキリもダメです、ダンゴムシとかもダメなんです。嘘やん、もうそんな、はい、ガシガシ捕まえて、すごい捕まえて虫かご入れて、うん、うわ全然興味ない顔してるすごい今折れへんかったもん、目合ってなかったもん今、こっち向いてたのに怖っ興味ないそんな感じなんや、興味がないというか、あの虫かと思って、苦手やな、え全然大丈夫ですか。まあちょっとでかいのとかビビるけど、 あれ蝶々とかは大丈夫だ、さすがに、いやなんかこんなこと言っちゃいけないですけど、ガと一緒じゃんって思っちゃうんですよ。あーなるほど、まあフォルムというか、はい、でもデザインというかアゲハチョウとかもめっちゃ綺麗やん、うん映像の中だったらいいんですけど、じゃあこの部屋でもうあの隅とかのぐらいの距離とかだったら無理ですし、もうこのなんかマイクとかに止まってたら
もう本当に無理です。トンボとかフィーってこう止まって、いやーってなっちゃいます。やったーやで、フィーってなっちゃいます。ほんま、はい、これ指出すもんで、あ来てくれた、いやいやいや、なんかちょっとこんなこと言っちゃダメだと思うんですけど、うん、言ってごらんなさいよ。いやなんかその葉っぱ、うん、どこで、うん、どんな菌をもらってきたわけって思っちゃうんですよ。それを私の目の前で羽ばたかないでみたいな。あーなるほどね、うん、まあまあそっか、まあそういう人もいらっしゃいますよ。いると思いますよ。一回ここでお風呂入ってるの見せてくれたら、まあまだ蝶々、ね、とかも大丈夫。何言うてんねんね、蝶々が風呂入ったら大丈夫ですって、はい、死ぬわ蝶々。そうですよね、だからちょっとダメな。なるほどね、蝶々だってこの間ごめんな、虫の話ばっかり、はい、この間もあの公園で蝶々、アゲハチョウ、綺麗なアゲハチョウパー見つけて、ちょうど秋ぐらいからその公園に柿が鳴ってて、うん、まだ若いねんけど、はい、でちょっとあの柿のちょっと熟した部分にパーって蝶々止まって、何してんのやろうと思ってバー見てたら、もうわーって蝶々やってムービー回してたら、うん、あの蝶々がこうシューって黄色いなんか管みたいなの出して、こう蜜とかをこうピューって動かして吸ってて、もう器用になんかこの指みたいな人差し指みたいなうわこんなやって吸うねやとか、やっぱもう取って観察しちゃうんだよね。すごい、すごい、私もうキューってなっちゃいます、そんなの見たら。ほんますごーって言って、すごい、そうなのよ、博士ですね。おもろいんですよ虫って。よくよくなんか子供の頃そんな観察じっくりしたことなかったから、夏の怖い話した後の声のトーンやでも秋なのにあの怖い話した後のやつ。大丈夫、こっから切り替えてちょっと秋のお出かけスポットを紹介してもらうんやけど、はい、では早速行きましょう。無理やりや、すんごい怖い怖いわ、大丈夫ちょっと楽しく行こう。わかりました、楽しく行きます。行こう。じゃあちょっと私たちの大好きな話題に戻ります。いや、はい、俺虫好きやから俺嫌いなジャンルで入れたけど今私が大好きなジャンルに行きますね。はい、お願いします。僕も大好きですから、はい、虫のジャンルもね。神宮外苑で日本最大級のオクトーバーフェスト、はい、大好きですこれ。あ、大好きですか、はい、東京都新宿区の明治神宮外苑で10月11日からオクトーバーフェストが開催されます。オクトーバーフェストは各地で行われていますけれども、はい、日本最大級の規模で数多くのビールを味わえます、うん、ドイツ楽団の演奏など本場の文化も一緒に楽しむことができます。うん、いいですね。もうこれはまさに、ね、なんかすごいビアガーデンみたいな感じ。ねえ、いいですよね。これ世界各国のビール、グラスもかなりこだわってる感じですけど、うん、ビール好きにはたまらない感じですけど、うん、行ったことあります？ない。ある？あります。あの、このオクフェスとか、だいたい神宮、あ、オクフェスって言うんや。はい、外苑とかで、とかあと日比谷公園とか、うん、でクリスマスマーケットとかもやってるんですよ。あ、クリスマスマーケットは知ってる。そういう系大好きで。あ、そうなの。はい、ビールもでもありすぎて、いろんなところにいろんなビールの数がありすぎて、はい、よくわかんなくて、私ビールの違いとか、うん、結構ビール、海外のビールとか好きですか？海外のビール好きよ僕。あの、詳しいですか？普段、あ、もちろん日本の、あのメーカーさんもめっちゃ好きやけど、うん、割と家、あのハイネケンとか、おしゃれ、バドワイザーとか、軽めのビール好きで、うんうん、あのコロナとかも瓶のやつとか結構好きで飲む。最近は結構そういうのが多いかな。うーん、おしゃれ、ほんま、うん、いや、もちろん日本もそうだし、あとクラフトビールとかもいろんなの飲むねんけど、うん、割と普段ちょっと夏やったからかな、なんかちょっと軽めのやつが好きやったかも。あ、いいですね。普段は海外のビール、いや私あんまりビール飲まなくって。あ、ほんま、はい、でもなんかあの一人のやつとかでっかいビールジョッキとか飲んだりするやん。発泡酒はよく飲みます。あ、そうな。でビールしかなかったらもちろんビール飲みますけど、うん、味っていうよりはカロリー気にしていつも飲んでなかったんですよ。はあ、なんかこう糖質多いって言われるから選ばないようにしてたんですけど、ね、うん、でもあの東南アジア系のビールとかの方が結構好きです。なんかシンハーとか、うん、あと333って書いてる パーパーパーって読むのかな、なんかとかは割と好きです。割とあっちも軽くない？うん、あんまり普段飲まないんで発泡酒っぽい感じの方が結構好きですね。なるほどね。黒ビールとかだとちょっと大人っぽいなっていう、うんうんうん、ちょっと海外のやつあんまりたくさん飲んだことはないんだけど、癖あるイメージというか、うん、なんかな、美味しいねんけどね、うん、あんま普段飲めへんから、意外とこういうとこで行って飲むと、うん、
楽しそうやね。確かに。しかもめっちゃでかいジョッキとかあるんですよ。ほんとタワーみたいな。あーそうなん、みんなで飲むようなのかわからないですけど。あーでも面白いよね。なんかそう楽しいと思います。やっぱドイツとかなんかその辺のビールとか楽しそうやけど、飲み比べというにはなかなかハードな。そうですよね、結構多いですよね。超でかジョッキみたいな、なんかわかる、ちょっとしたなんかこれぐらいの一針、はいはい、ぐらいの日本酒のがちっちゃいので飲み比べみたいな感じやったら結構いける気がするけど、てか確かにないな、そういうの。無理じゃない。うん、え、わかります。これ、うん、毎回 何杯も飲むぞと思うけど一杯で無理やろ、はい、一カ国で終わるやろ。一カ国で終わります。確かに、うん、ちっちゃいのとかあったらなんかいろいろ飲みたいな。本当ですね、なんねんけどね、あんのかな。あってほしいな、オクトーバーフェス、オクフェス、オクフェスぜひ行ってみてください。めっちゃ楽しいですね。楽しそうね。ワンちゃんも確か連れて行きました。あ、そうなの、うん、ぴったり。はい、ぴったりです。大好きね、あんちゃん。はい、はい、続いていきます。はい、続いてはですね、スポーツの秋を満喫、はい、神戸スーパースタジアム。お、神戸。はい、今年の3月、兵庫県神戸市にある六甲アイパークの8階に、はい、うん、大型スポーツエンターテインメント施設神戸スーパースタジアムがオープンしました。サスケに参加しているような忍者レースグレートなど、はい、数多くのアクティビティを楽しむことができます。でもなんか結構面白そうですよ、ね、これこういうサスケっぽいなんかね、こういうのが、ね、お子さん好きそうですよね、うん、バーって言ってるし、この大きいボンリングとかもなんかめっちゃ面白そうやけど、え、こういうの好きですか、うん、これアクティビティ。あ、割と好きやけど、だいたい行くのってあの雨の日とかじゃん。確かに確かに確かに。普段なんかやっぱ外とか行きたいけど、あんまこういうなんていうレジャー施設みたいなのってなんか雨の日とかに行くイメージで、やっぱこう人がうわーってやっぱ集まるイメージやから、人がごった返しみたいなイメージ。うーん、確かに。え、高いところとか全然大丈夫ですか。あ、行けます。あかん、私ダメです。あ、そうなん。もう弱点ばっかりですね、今今日の放送私の。ほんまやね。ダメです。あれあれとか登った、あのスカイツリーとか登ったことある。あ、あれは大丈夫です。守られてるじゃないですか、うん、でもあのスカイツリーってあの下に、はい、見える、ガラスの床みたいなのあるやん。あれも大丈夫です。あ、いけんねや。守られてるじゃないですか。守られてる。あのなんか足場が安定しないのが結構ダメで、吊り橋、吊り橋とかダメですとか、この、うん、こういうのとかもすごい結構あのスリリングだろうなって思っちゃいます。この多分これも揺れたりとか、自分の足でこう次のステップに行ってこう落ちたりする可能性もあるじゃないですか。確かに。そこが楽しいのはもちろん分かってるんですけど、うんうん、一歩踏み出す勇気が出ない。あ、そう、まあ、絶対けえへんと思うけど、お仕事でバンジージャンプとか来たら絶対やらない。いや、それが一回やらされだと言っちゃいけないんですけど、いやいやいや、でも自分の意思に反してとかだったら、はい、ことがあって、やらされたとかじゃない。いや、そうなんですよ、私無理なんです無理なんですって言ってて、本当に NG は出してなかったんですよ。おお。したら、まあ、来て、でなんか2人で飛ぶみたいな、ね、そうです、うん、2人で飛ぶみたいな、あのなんか2人行って2人がそれぞれ飛ぶみたいな感じだったんですけど、はいはい、私が最初飛ぶことになっちゃって、うん、でも本当に無理すぎて、うん、その装着までは行くんですけど、うん、そっからこう前に行く、その一歩がね、一歩が取れなくて、うん、でも時間も時間だし、うん、でなんかもうでも飛ばなきゃいけないっていう気持ちもあるんですよ、うん、しかもなんかそういうそこがメインだけじゃなかったんで、他のいろんな施設回って最後にそこみたいな感じだったんで、うん、はいはいはい、なんかそこメインだったらそこで時間取っても大丈夫じゃないですか、うん、でもそこじゃないからみたいな感じだったんで、うわどうしようみたいになって、まあ、結果なんかその2人乗りもできるやつだったんで、うん、2人でじゃあ一緒に飛ぼうみたいな感じで、うん、飛んだんだ。飛ました。よく飛んだね。でもあの最後引き上げられる時が一番怖いなと思いました。あ、そう、飛ぶ瞬間もなんかもううわーってなっちゃって、はい、あんまり覚えてないぐらい、はい、もう目をつぶっちゃいました。あー怖いもん。怖い。え、いけますバンジー。やったことないけど、どうなの、ここでできますかって言ったらなんか飛ばされそうやし、確かに別になんか番組で飛ぶほどでもないし、なんか別にやらんでもいいんやったらやらんでもいいけど、高いとこ好きや。え、じゃあバンジー、え、全然やりたいって人もいるじゃないですか、うん、でってことでもやりたいとは思えへんけど、別になんか飛ばなあかんみたいなのだったら普通に飛ぶかなって感じだけど、別にここで言って飛ばされたら嫌やなって思うし、確かにこういう仕事って確かに言ったら飛ばされそうですもんね。そう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 。え、確かに。だからまあそうね、
あの消防士の役とかやらさせてもらった時に、高いビルからあのロープでこう降りてきたりとか、救助とか、あと訓練とかであのロープで降りる時に、あの普通はあの地面を背にしてこう降りるじゃん、ロープ使ってこうやって、はい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 、こう蹴りながらシューバン、シューバンって降りたりするやん、わかる、なんとなくイメージ。あの消防の人とかの訓練ってもちろんそれもあるし、あの逆もね、地面をこう見ながらグワーって走り降りるみたいなところとか、それとかももう全然あの俺は好きで、あれって実際に本当にやってるんですか？やってる、俺は やってた、あの NHK さんの作品やってんけど、すごっ、訓練で、へー、そういうのは全然怖くない、強い男です、割と多分強い方やと思う、高いのは強い、逆にあの狭いとこあかんねん、あー、わかる、なんかの、はい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 、洞窟みたいなとことか、それこそエレベーターとかだったら一緒やんけど、なんか長いこと閉じ込められてしまったりみたいなとかシチュエーションやったらもうはっみたいになっちゃう。飛行機はあれですけど、じゃあそっかそっかそっか、確かにあの自分が立って頭がつかないようなところでずっといるとか、じゃあ車の長時間移動とかもそんなに好きじゃないですか？あー、まあそうね、まだ車はなんかいつでも降りれるみたいな、そっか、感じはあるから、まだそこまで、洞窟とか怖い、やっぱり、あー、確かに確かに、高いとこよりやばい、脱出できるのか分かんないみたいな、 あるよね、そういうのね、確かに、なんで苦手な話になってるの楽しい話から、楽しい話から、なんか今日こっち方面やね本当ですね。さあ続きまして、はい、続きまして、真っ赤な絨毯が広がる巾着田万寿しゃげ公園。埼玉県日高市にある巾着田万寿しゃげ公園は、秋になると彼岸花が一面に広がる絶景スポットです。500万株もの彼岸花が咲き誇り、真っ赤な絨毯のような光景になります。いやこれ綺麗やで、ね、綺麗、めっちゃ楽しそう、これいいですね、いいよ、神秘的、なんか赤の絨毯やし、いやこれは癒されますね、うん、しかも埼玉県だと関東に住んでる私たちはちょっと行きやすいですよね、うん、行きやすいし、彼岸花って どうなんやろ、なんかちょっと毒がある花でもあるから、なんかあんまりなんていう、見たことはもちろんあるけど、なんかそこまで近くで接したことがないから、確かにそうですね、この中とかも入れるのかな、なんやな、見るだけなんか、ね、どうなんですか、まあ、でも見るだけでも見応えあるし、いや見応えありそう。で開花の時期になると公園ではお祭りが開催されて、日高市のグルメだったりとか物産品の出店も登場するみたいで、楽しそう、丸一日ここでもう秋大満喫して帰れそうなイベントですね、心が現れそうですね、いやこれはこれでいいですよ、うん、そして最後はですね、空中から紅葉を堪能、蔵王ロープウェイです。出た、蔵王、はい、山形県山形市の蔵王は豊かな自然に恵まれ、四季折々の景色を楽しむことができます、はい、秋には美しい紅葉が広がり、ロープウェイで上から眺めることができます、はい、蔵王はね、僕行ったことありますけど、やっぱ綺麗です、紅葉もそうやし、まあ、冬になったらこうスキー場とかそういうイメージけど、あえてこの秋の紅葉も、あの結構ロープウェイとかなんかそういうの動かしてくれたりとか、多いから、しかも蔵王の方って温泉とかもあるから、紅葉を見て温泉行くの最高じゃないですか。その通りなんです、その通りなんですよで夜はちょっとあの涼しめやから、山やから、確かに、うわ、ちょっと冬も先取りじゃないけど、いいな、なんか良くない、いいです、ちょっと早めの薪でこうちょっと暖をしてとかっていうの、待って、めっちゃいい、最高です、最高です、はい、そんな休日が過ごしたい、そうなんですよいいですね、温泉も入れて、でご飯も美味しいでしょ、蔵王も、山形ですもんね、そうよ、米も美味しいでしょうし、そうよ、できやすいし、うん、ちょっと待って、行きたすぎる、おすすめですよ、どうですか、気になったとこあります、いろいろ全然種類違うかったけどね、でも気になったところっていうか絶対行くだろうなっていうのはオクフェスです。あ、オクフェスな、もうだって私すでに今9月ですけど、はい、もうすでにオクフェスの情報を手に入れて友達に送ってました。あ、いいね、オクフェスの時期ですと、毎年の感じだね、はい、そうです、
なんかこうお靴で食べるなんかソーセージとか美味しいんですよね。いいね。ちょっと写真撮ってきてよ。わかりました。絶対撮るやろ。絶対撮ります。絶対インスタ載せます。見して見して。私はね、これですね、まんじゅしゃげ。おー、いいですね。これやっぱ彼岸花のこの季節にしか見れない景色っていうのは、うん、ちょっと見ておきたいなっていうのあるかな。蔵王はやっぱちょっと行ったことあるから、うんうんうん、この赤の絨毯ってこの写真でも美しいでしょ、うん、直接見たら多分もう圧巻というか。確かに。しかもなんかこの写真もここに写ってる写真もなんかちょうど日が沈む時みたいなので、そうやね、こうファーッと一部だけ照らされてるのも綺麗ですよね。かなりいいよ。で、日高市グルメっていうのもちょっと気になるっていうのもあるし、ね、昆布とかなんですかね、日高昆布とか。あー、確かにそういうのもあるからね。おむすびとかそれを使ったような。あー、美味しそう。ねえ、いいですね。最高。さあ、皆さんもいい秋をね、はい、過ごしてほしいと思います。はい、ということで以上、はい、秋のお出かけスポット特集でした。 AM1008FM933 ABC ラジオがお送りしているドローネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト、エンディングのお時間となりました。では我々からのお知らせです。まずは僕からです。10月11日金曜日にビルボードクラシック快勝馬オーケストラコンサート2024に出演させてもらいます。よかったら遊びに来てください。続いてあやちゃん、お願いします。はい、出演情報など SNS で発信してますのでぜひ見てくださると嬉しいです、はい、また番組の SNS もぜひチェックしてみてください。はい、ドローンネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト、また来週お会いしましょう。さようなら。この番組はドローンネットの提供でお送りしました。